ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞無双を始めていきましょう。とりあえず風吹かす、夏つく。俺が主を思いすぎなのか。このへし本当面白すぎる。俺が主を思いすぎなのか。しょっちゅうやってしまう、はい、じゃあ行きましょう。前回は伊達さんが行方不明と、どこ行ったあいつ。出陣です。主のために、はい、お願いします。伊達政宗率いる伊達の精鋭部隊が出現。ああ、伊達さんいた。徳川家康本陣の目と鼻の先まで差し迫っています。 OKOK、 この間改心したと思ったら何なんだろうな。結局どうしちゃったんだろう。また操られてるのかな。伊達政宗の狙いは変わらず、徳川幕府の転覆です。ああ、歴史がひっくり返る。大部隊、急ぎ向かってください。歴史がひっくり返るぞ。竜は天へ。はあ、結成を阻止したはずの連合軍、進行を阻んだはずの黒羽巻組、いたな黒羽巻組。そのどちらもが今伊達政宗の元に集まっている。ほう、史実から外れた流れだが戸惑っている暇はない。伊達政宗を退け、徳川家康と徳川秀忠を守り抜け。はい、了解です。行きましょう。あ、また花がいっぱいあるところか。なんか花があるとこ行くと処理落ちするんですよね。何囲まれてんの。これは連合軍の動きは確かに阻止した。なのになぜ今伊達軍と共に戦っている。それだけじゃないぜ。見ろよ、政宗公は黒羽巻組も呼び戻したし。黒羽巻組何匹いるんだ。あ、でも倒したと思ったら逃げてたんだっけあいつら。せっこいの。政宗公の意思が読めないだけじゃない、理屈に合わないことばかりだ。それならどんな結末になろうともやるのか。もう政宗公と戦うしか。やるしかないな。その時は食材切りさんで行きたいな。勝手にお前一人で戦う気になる。おっとおっと、大栗からさんらしくないセリフ来たな。いつも俺一人でやるって言ってたけど、ここに来てバーディーが。お前が最初に言った。パーティープレイが。ああ、一緒に頑張ろう。ハラちゃん。政宗公の歴史を守ろうぜ。俺たちみんなでな。びっくりしたぜ、カラちゃん。言っておくが、俺は俺で戦う。あ、そこは譲らない。だが、どうせ行く先は同じだ。オッケー、オッケー。了解、了解。鶴さん、カラちゃん。そうだね。ここにきてより一層団結力深まる。いいね。みんなで一緒に頑張ろう。政宗公のために。とゲストなし。さすがに、さすがに長義さん、お疲れですね。はいはい、準備できました。成功条件、伊達政宗の撃破。あ、もう撃破するんだね、とうとうやるのね。はい、覚悟を決めていこう。じゃ開始です。さあ決めるぞ。かっこよくいこう。ちょっと伊達武三郎さん来てるらしいからね。行きましょう。一体どこから手をつけたの。どこから行けんの本当に。目の前の連合軍から行くぞ。戦力を削る。おお、ここ止めりゃいいのな。どれ進軍せよ。奥側家康を撃つのだ。70匹倒しゃいいのな。了解、了解。集まれ、みんな集まれ。奥側家康を直接撃つつもりか。で集まれ。そうはさせないよ。あ、こっちの方にいっぱいいるな。集まれ。あ、でも一応あのボスっぽいの倒さないとダメか。こいつこいつ調子良さそうじゃないか。調子いいよ。何かあったかね。ツールさん、分かってて聞いてるでしょ。お、一緒に戦う仲間がいるから。一緒に戦う仲間がいるからですよ。よいしょ、よし、
え、なかなか、あ、オッケー、はい、よっ、あとは徳川軍の兵たち、あ、いつの間にか家そこにいた気づかなかった。お、ハバギエ、ハバギエ、友達みたいに言っちゃったけど、こっち、こっち、行こう、黒ハバキ、秀忠を撃たれるわけにはいかない、はいはい、弱っ黒羽ばきさん弱っ、はい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 え、なまたなんかアップになって終わっちゃった。あれドドメム専用だと思ってたんだけど、一人じゃない、一人じゃない、まだ安心はできない、ね、どこどこ、今回コンちゃん頼れるな、ちゃんとどこにいるか教えてくれる、危ない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 、ちょっと多い多い、ちょっと多い、今回多い、防がれてる防がれてる、え、これこれこの人数を鞘でつっついてなんとかしてんのこれ、よし行くぞ、決めてください、始めようか、こんだけ人数いれば気持ちいいね、はい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 、防御しても無駄だよ、行こう、あ、ちゃんと黒羽ばきに当たってる、え、やった、やったか、よし、やった、よし、コンちゃんどっち、今回そっち、一気に片付けてやるとしよう、やっとコンちゃんが仕事してくれたよどうだい、お、いける、いけるぞ、いけるか、別にどうでもいい、いや、なんかここで使っていいのかな、ここで使っていいのかな、伊達さん出てきたら使いたいから伊達さんに取っとこう、うん、黒羽ばき組の姿はもうないな、オッケー、徳川秀忠はひとまず大丈夫だろう、さーて次はと、次は時間軍の増援が出現、増援、狙いは徳川家康と徳川秀忠、お、急ぎ救援に向かってください、救援だって秀忠そこにいるぜ、ここで死ぬべきではない、どちらも守る、え、とりあえずこいつ倒してから行くねじゃあ家康のところは、ちょ、2人ちょっと一緒にいてくんないかな、時間速攻軍の数が減ってきた、2人一緒にいてくんないと守りづらいよ、あ、家康いる、あ、いないな、はい、とりあえず片付けようとりあえずこいつ片付けよう、連撃で決めろ、はい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 、おー、避けられた最後の一発、おー、しぶとい、時間速攻軍まだいける、まだ残る、まだいる、後ろ、ちゃん、あ、後ろ、後ろ、こっちか、まだいけるかい、こっち、まだいける、まだいけるあ、家康いた、守らねば、家康は俺が守る、こいついいな、転ばなくて、転ばないやつ好きずっと切れるから好き、そんな理由で、おいさあ、よしよし、徳川の本陣を狙ってた、家康さん気合入ってんね、バーとか言ってた、あー、来た来た来た、盾の天下を掴み取る、おお、邪魔立てするな、まがまがしオーラ出してますな、ようやくお出ましか、ずいぶんじらされたもんだぜ、およ、覚悟しろ、反省したふりしやがって小十郎とね、反省したふりしやがって、許さんぞ、こっちか、こっちか、よし、行くぞ、瞳に映すべきは、うん、天下への道、天下への道、王州を守るためにも、おう、夢忘れるな、行くぞ、あ、やっぱ呪われてんなこいつオッケー、じゃあ発動しよう、華麗にね、これ撃っていきます、頼むよ、慣れ合うつもりはない、慣れ合うつもりはないここに来てここに来てもういいじゃん、慣れ合おうよ、あ、ガードしてる、ガードしてる、許さん、ガードは許さん、さっきの正宗君の言葉聞こえたか、ああ、次回の言葉にも聞こえた、あー、やっぱ虫か、虫がでかいの出てくるのか、崩れろ崩れろなかなか硬い、ガードされんな、よし決めるぞ、お、立って立って、お願いします、やろうか、俺は勝手に行く、勝手に行く合わせて合わせてください、ここだ、ここちゃんと合わせている、あ、ちょうどお疲れ様、目の前にいたお疲れ様、どこにいた、どこにいた俺は天下を
え、伊達さん、あ、いた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 、そこにいたか。お、説得すんのか。かっこよく力がみなぎってくるのを感じる。かっこよく力がみなぎってくる言葉ダブってんぞ。おお、絆アップ、バディ追撃。いい時間を過ごせたね。絆、絆会話じゃないのか。で、どうすんだい。お、お、虫来た。これは、うん、うん、これは虫の出現、地球討伐せよ。これでこのショーもフィナーレか。出てくんのか、こいつから。注意した方がいい。あ、え、君、え、あれやっぱ味方なの、あの人味方なの、あの山場切国広は。え、これはガ、ガ違う、スズムシ、ん、なんだこれな、これなんだ、虫ってやつか。て、顔はマサムネか。あ、心があっちに入ってる。ないまあ一応これ倒せば、うん、元に戻るっていうのは虫が、あいつで実証してるからね。討伐を要請します。討伐を要請します。マサムネコ、誰だっけ、あ、そう、カンベ、カンベ、うん、ヤマンバギリ国広が指し示す先に現れたのはまがまがしい気配をまとう虫だった。それは伊達政宗に近づくとその身を飲み込んだ。政宗を取り戻すために伊達の刀剣は奮い立つ。大型の虫を撃破せよ。ああ、それはいいけど、あのヤマンバギリ国広さんいいの、ほっといて下手すると後ろから切りかかってくるぜ。うん、夢を鳴く虫、やっぱスズムシか。泣く虫って書いてあるから、じゃあ最後、あ、食材機さんにこのスケアイテム持たせるの忘れてたしまったじゃあカラちゃん行きましょう。敵は全て切る。で、鶴丸さん、カラボーは素直じゃないからな。いかがですか。よし、じゃあ行きましょう、戦闘開始です。まあ食材機さんは伊達さんとの戦いで疲れてるでしょうから、うん、残り2人でみんなでね勝利をもぎ取っていきましょう。ああ、やっぱスズムシだおー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 おお、なんて風流じゃないスズムシなんだ。うん、呼ぶの、呼び上がる。今度のはどうして政宗公を取り戻す。およ、お、広い広い広い。今奴を攻撃するのはいいか。あ、当たんない。やっぱ雑魚からか。よし、散れ。おお、セリフ一緒だった偶然一緒だった。ちょっと攻撃するタイミングがわからん。今だ。これ空飛ぶの厄介だな。飛ぶの厄介だな、こいつ。ちょっとずるいずるいずるい。え、あいつ力を貯めてる。力を貯めてる。大技でも打ってくるつもりか。跳ね返すとかそういうこと。今近づくのは危険だ。うん、距離を取った方が良さそうだね。了解。離れろ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 離れて離れて離れて。おーおーおー。あ、そんだけ打ってくるわけじゃないのか。まだ力を貯めてる。うん、でも今なら攻撃できそうだね。あ、逆に今がチャンス。ああ、むしろ攻撃だ。オッケー、攻撃。近づけ近づけ近づけ。おい、蹴り。あ、蹴り入るじゃん。あいつ、しばらく起き上がりそうにないな。お、来た来た。あ、カブトムシと。勝機は俺たちにありだ。お、カブトムシと一緒だね、ここは。一気に行こうか。押すぞ、押すぞ、押すぞ。カラちゃんのこの乱切り。この乱切りアタック、当たれば強いんだよ。全部当たれば強いんだよ、これ。もう一回ぐらい入れたい。あ、無理でした。無理でした。無理でした。あー、雑魚が湧いたよ。また雑魚がいっぱい湧いたよ。あ、ちょまた雑魚からやんないとダメなんだよね。え、ボス入る？ボス入る？ダメかな。あ、ちょ厄介だな。いろんなところに注意してないとダメなの、これ。あ、危ない危ない危ない。
おお、ちょ危ない危ない危ない。一つ空いてるしてる間に後ろから狙われるとか本当にきついわ。よしよし、乱切り入ります。乱切り一丁。まだ死なない、まだ死なない。あ、ここ危ない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 。ちょっと、おー、よし。でこれでまたためモーション入るわけでしょ。ため入るわけでしょ。あ、来た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 。ギリギリで待とう。あ、オッケー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 。で乱切り、よいしょ。決めるぞ。よいしょ。でこれも使っちゃう。減らねえ減らねえ、硬え、ちょ硬すぎ君だ。お、危ない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 。でもまだほとんどダメージ食らってないよ。まだほとんど食らってないよ。よし、みんなまとめて、みんなまとめてお願いします。硬すぎ。俺は一人で戦いな。みんなで戦おうって決めたじゃないさ。誰の手も借り、借りてる、借りて借りて借りて。俺一人で十分だ。いや借りて。一人でやるのきついから。これちょっと狭い狭い、逃げ道ない逃げ道ない。これ当たってる？あ、大丈夫大丈夫。よし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 。はい、驚かせるなら今だ。驚かせる。いいね、好きだらけだ。あー、きついな。あと3回ぐらいありそうだなこれ。よいしょ。あー、呼ばれる。はい、よいしょ。さっきまでの雑魚。え、違う？気を抜くな。なぎなたなだけだけど。おお、危ない危ない。あ、飛ばしてくる、なんか飛ばしてくるこいつ。よいしょ。よいしょ。なんか来る、避けて避けて。あ、避けらんなかった、止めらんなかった途中で。おお、危ない。伊達の刀の力思い知らせてやろうぜ。伊達の刀食らいやがる。お前避けんな、ガードすんなお前。転べ。あ、危ない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 。こっちの方が先に。ああ、やばい、一気に食らい出した。やばいやばいやばい、まずいまずいまずい。こいつ硬すぎる。ちょっと待って待って、あいつ厄介だな。一緒にいられると危ない。まず転ばして、転ばして、転ばないこいつ、転ばない。ちょ後ろからこれをやる、後ろからこれをやる。おーっと、危ない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 。あれ、こいつボスの攻撃食らなかった、仲間割れしてんの。オッケー、で離れる。いやーきつい、あと2回ぐらいありそうだなこれ。おーっとっとっと、またでかいのが来るぞ。鶴さん当たるよそこ。当たるから、攻め時だね。よし、撃って。どこで死ぬかは俺が決める。いやいやいや、まだ早いから、それはまだ勘弁してください。お前なんかじゃない、お前なんかじゃない。ん、いた、いた。お、あれ、いた。え、必殺技つえ。あ、終わり終わり。あー、いった、姉妹でいいな、姉妹でいいな。最後なんかやけにあっさりだったけど。興味はない、興味はない。最後あっさりいったな。倒した。おう、じゃあ伊達さんは。ああ、マサムネコはきっと戻ってくる。いやー、なんかカブトムシの時とは違うきつさがあったな今回は。いや、複数いると厄介ですね。うん、おっと、まがまがしいよマサムネコ。おお、カラちゃん。気を失っているだけだ。ああ、やはり。あ、どうすんの。逃がさない、逃がさない。いやいや、ちょっと待って、敵なの。あ、今なんか、あ、やっぱり新人さんじゃないですか。必要はない、共に行こう。なんだよそれで。いいな、なんでお前長義さんに切りかかったんだ。結構です。結構ですと。何、本丸に入れる。何、分かった風に言ってんだお前。ちょっと皆様と立場は同じですか。おいおい。時の政府から先立って
教習調査への出陣を命じられていたのです。早く言えよ。たった一振りでかい？いえ、出陣時には別の私が案内役についていたのですが。擬態し近づいた比例を詫びる。私も測りかねていた。え、測ってたの？すごい。名は面影。面影。王たちだ。あ、面影だからそういう変身能力があるってこと？そういうこと？セーブ。今の中で今のいいのなんか なかったってなんか読みたかったな今の。政宗が挙兵、模範失敗、海外へ姿を消す。海外へ。面影さん、なんで長儀さんに切りかかったの？それでは第4部隊、測ってた。調査お疲れ様でした。情報は次の部隊にもお引き継ぎください。いや、その前に近之助、お前ちょっと待って、お前ちょっと説教だ、お前ちょ小一時間説教だ、お前。近之助、そいつのことだが。うん。面影。面影の件は改めて全員に通達します。遅いんだよ。今はお待ちください。仕事遅いよ、こんちゃん。ふん、ま、それはそれで楽しそうか。長谷部の反発が今から目に浮かぶぜ。お、ヘッシエ。ねえ、近之助、政宗公はこの後どうなってしまうんだい？そうですね、演算結果では、その演算当てになるのか。なんか怪しくなってきたぞ、本当。ここまで伊達政宗が日本の地を騒がすことはもうないようです。あ、そうなん。大海原の先を目指して旅立ちましたから。え、なんかその赤いマスダメなやつなんじゃないの？いいの？政宗公が日本に存在しない。日本の存在しない、それは本来の流れとは違う。そうだけど、いいの？歴史の教科書変わっちゃうけど。しかし、え、大きな歴史の流れには影響ないでしょう。そうなの？政宗の余生までは修復しなくていいと判断します。いいの？おかしくない？君のその歴史に対するなんていうか、その改変云々に関しての君のその感性、ちょっとこの間もなんか家康が生きてれば OK ですみたいな感じだったし。先に失礼します。ああ、面影、確かめることがありますので共に来てください。ちょっとこんちゃん、ほんとわかんないよ。わかった。政宗の余生までは知らんって言い出した。むしろ近之助の考えが一番驚きだわ。いいのかな。政宗公の生き方にはだいぶ影響が出ちゃった。そうだよな。いいのかよ。このサンフリにとって本当いいのそれってなっちゃうよな。似合いの道が示されたんじゃないか。ああ。近之助の見立てと違い、まだ野心を抱いていそうだ。どうなっちゃうのこれ。ああ。欧州を守るためにも。まだ天下を夢見たまま海に漕ぎ出したんだろうよ。海へ漕ぎ出したお人だぞ。なんかいい風にまとめちゃってるけど、あなたたちがまあ良ければいいけどさ。そうか、いいけどさ。ならせめてその旅路が、うん、明るく穏やかであることを僕は祈っていようかな。いいの？元主の人生変わっちゃったけど。で、ん？何だろうこれ。どうした？かんざし。女物のかんざし。な、なに？あのなんとか姫、駒姫だっけ？のグッズか？さて、本丸に帰ってきたけど、主のために。面影さんはいないけど、あー、右下に面影さん入りそうなスペースある。まさにそこに入るんだろうな、右下に。はい、というわけで、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いや、これから先近之助についてくの不安だな。うん。